Bedroom Radio Club。 皆さんこんばんは。歩く豆腐のドラムの伊藤ひなのです。フォワードなみこです。ボーカルのりとこです。ベースの中村です。ギターのたかしとです。この時間は私たち歩く豆腐がお豆腐ラボという番組を担当します。今回は私伊藤ひなのが MC を務めさせていただきます。この間のノーモアシビリゼーションの編曲編に続きまして、今回はミュージックビデオ編ということで、ミュージックビデオに関して今日はたくさん話していきたいと思います。なんかタカちゃんと一緒にちょっと出かけたんですよ今日。あ、ことがある、うん、そんなことがあるんですけど、タカちゃんはバッグが欲しいと、リュックか、うん、でね、なんか一緒にこう、うん、ロフトとかこうずっと回ってたんだけど、なんかインテリアコーナーか、インテリアコーナーみたいなとこがあって、なんかそこにこうマットレスのクッションとかがいっぱいあるとこがあったんだけど、うん、そこにね、なんかちょっと目を引くものがあって、それ買ったんだけど、うん、これね、え、何それ。これ多分あのクッションとかを出してる会社の人が多分作ったんだよ、なんだけど、うんうん、これすごいのが、うん、こうこれ触んないと分かんないんだけど、今度はみんなに持ってくわ。これね、すごい、もうそれ、もっちもちなんだよ。で、一回触ったらもうね。やばかったよね。なんか、それまではちょっと、あ、カバンないねとか言って、こう、ちょっと落ち込み気味だったんだけど、これを二人で触った瞬間に、もうテンション上がっちゃって、なんだこれみたいな。で、しかもちょっと安いんだよ、これ。500円とかな。考えよう。ちょっとこれは欲しいけど考えた方がいいね、みたいな。一回回って、もうどうしても忘れられなかったら、これを買うぞ、って思ってて、いや、まあ、ここにあるから、まあ、わかるんだけど、うちは。まあ、いろいろ時計とかさ、照明とかこう、うん、ちょっと、あ、こんなんだって困ってて、こう一周するじゃん。このこいつが置いてあるところに、うん。一周するもう半分ぐらいのところで、もう忘れなくなっちゃって、あ、もうあれ買おう。もう、すぐ戻ってね、レジに向かって。てそう、二人で買いました。そう。違い。え、何それ。結構さ、私、タカちゃんが誰かと二人で出かけるのこと自体がめっちゃ驚きなんだよ。そうだ、ね。なかなかないわね。探してますね。あった？出そう出そう。出ない。そう。ほら、おそろなんですね。待って、やっぱりすごいことに気づいちゃった。あのさ、うん、え、今日、中地とタカちゃん2人で遊んでたでしょ？遊んでた。今日、リッチちゃんとヒナ遊んでたっけ？遊んでたね。楽しいよ。もっちあみこだったん。カマハズレとかじゃないですからね、これちゃん。そう、違うと。あ、違う違う。そう、あみこあみこでちゃんと予定が。あれ、違う人と遊んでた。で、そうね、リックを変え、リックも変えたんだよ、ちゃんと。あ、よかったね。なんだ、よかったよかった。よかったね、変えて。いや、よかったよかった。見るのが楽しみだよ。で、ね、ということで、リックが変えて、心機一転のタカちゃんと一緒に。今日もみんなで、ゆるく楽しくお送りします。この番組は次世代を担うアーティストのたまり場ベッドルームレディオクラブのチャンネルからお届けしています。曜日ごとに9組のアーティストがパーソナリティとなって YouTube からラジオ番組を発信しているわけですけれども、この時間は私たち歩く豆腐がお豆腐ラボという番組をお送りします。今回はですね、ノーモアシビリゼーションの、お話の最終回ということで、ノーモアシビリゼーションのミュージックビデオについて主に中地とあみこがお話をしてくれます。そもそもなんでアニメーションにしようとしたんだっけ。ミュージックビデオをやっぱ作りたいねみたいな話になって、うん、で、これ結構作り始めたのが3月とか自粛そうだね期間中みたいな時期にこう作り始めたんだけど、やっぱ会えないからさ、体でそうだ、撮影ができなかったんだよね。そう、できないから、うん、アニメーションっていうか、もともとは1枚の絵をこうやって動かしてリリックビデオみたいな、そっち寄りの感じにしようかなと思ってたんだけど、うん、てかそういう提案がね、最初アミコから来て、うん、あ、いいじゃんいいじゃんとかみんなで思ってたんだけど、うん、どうしてもなんかちょっと動かしたくなっちゃって、うん、そうだよね。せっかく作るならちょっとやってみたいなと思
って作ったっていうのが多分始まりですね。そうだね。最初さ、中地がさ、これアニメーションにしたくないって言った時さ、私絶対無理だと思ったの。いや3分もアニメーションなんか作れないって思って、でもなんとなくなんか私も絵を何枚か描いてなんかアニメーションっぽくするのをになんかちょっと慣れてきて、でそしたらなんか中地が編集するよみたいな感じで言ってきて、中地に渡したらもうすごい本当のアニメみたいになってるってなってね、完成したんだよ。そうなんだよね。最初よりすごい変わって、もう最終的にすごい凝ったよね、いろいろ。そう。で多分ね、その凝れたのもね、この今のお豆腐ラボを毎週編集してるから、多分その技術がね、ちゃんとこう、ね、MV にすごいそうちゃんと活かしてるじゃん。活かせたのがお豆腐ラボ様々ですよ。そうですね、本当にまあこのミュージックビデオはなんか主人公が男の子で、でなんかもう一人女の子が出てくるんだよね。でそれでなんか見てけば、まあ皆さんもちょっと薄々気づいたと思うんですけれど、女の子は男の子が書いてる小説の主人公だったっていう、まあ、オチが最後にあるんですけど、紆余曲折あって小説を出せましたっていう、なんか一本のお話みたいになってます。なんか歌詞の中にもなんかちょくちょく言葉とかいうタコが出てくるから、なんか言葉に関連させたアニメーションとかお話を作りたいなって思って、小説家の男の子を主人公にしたって感じかな。なんか他のみんなから見て、なんかここすごいなとか、ここなんでこれなのみたいなことがある？めっちゃあるんだけどさ、1分17くらいだっけ確か。絵の具みたい、絵の具じゃないか、なんかペタペタペタみたいになってるやつよね。これね、背景がさもう綺麗すぎてそう、ここもさ最初違かったよね確か。そうだね。このなんかペタペタみたいな感じにはしてなかった。これがねめちゃくちゃ綺麗。ちょっとね粘ってたもんね、公開何日前とかから。すごいもう来れるとこはできるだけ来ろうみたいな感じがすごい伝わってきた。割と最初の A メロの生き物たちの群れでなんかパン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 って感じで、なんか絵が4枚出てくるじゃん。このね、あの絵を実はなんかメンバーを表現したくて、でりっちゃん以外って感じ。そうで、なんかりっちゃんはなんかあのこの主人公の女の子を割とちょっとりっちゃんに似せたみたいなとこがあって、そうで、それ以外のメンバー4人もちょっとなんか要素として入れたいなって思ってこのシーンをね作ったんだけど、この左上の恐竜が中地のイメージで、で右上のこのあのギターが砂漠にぶっ刺さってるやつはタカちゃんで、で左下がヒナで右下が私みたいな感じにねなってるの。いいよね、本当にね。そう、これは見るからにわかるって感じ、タカちゃんのギターだみたいな確かにね。うん、これなんか俺普通に本当になんかやってみたくない？これ。砂漠に行ってぶっ刺す。そう。ちょっと俺やってみたいんだよね。楽しそう。アルバムのジャケットとかにしたいね。ね。かわいい。かわいいわ。でもみんなの楽器をぶっ刺すの楽しそうじゃない？楽しそう。砂漠に。そう。やりたいわ。鳥取行って。壊れるけど。鳥取行くか、鳥取。鳥取行ってやりましょう。鳥取砂丘。鳥取砂丘で。じゃあ次のアルバムのジャケは鳥取砂丘ということで。なんか他にあります？私はあの 2A のさ、なんか男の子がすごい原稿紙ピーって破くシーンがあるじゃん。でなんかその後女の子が消えてっちゃうんだけど、そこがねめちゃくちゃ好きです。本当嬉しい。もだえてる感じがね伝わってくる。嬉しい。あれは、あれ確か私が描いたんだよね。そう、あれはアミコの描いたまんまで、そうだね、描いたまんまですね、あれは。もう一枚一枚描いてる。描いてくれた。すごい。いやね、うちはもう楽しんでやってたからね、こういうの好きだし。そう。嬉しい、それが一番嬉しい、マジで。本当に。他に何かあります？あ、じゃあ、なんかないんですか？はい。俺仮面のとこめっちゃ好きなんだよね。あー、わかるわかる。仮面が回ってくるんで、ね、
そう。いいよね。もうそれだけなんだけど。いいよ。そういうのも、そういうのを待ってた。私も助け、私も。あ、私、一番好きなシーンがある。あの、最後の本屋さんのシーン。あ、なんか。あの一枚はね、もうめっちゃ頑張った。本屋さんの写真とか見て、本屋さんこういう感じかなって思って、うん、あれ頑張ったよ私。大好き、本当に好き。やった。あの絵があったら普通に欲しい。お家に飾りたい。ね。あ、いい、ね。なんかグッズにしたいね。そうなんですね。いやマジでなんかあれですね。いっぱいその一回見ただけじゃわかんないみたいなこだわりとかですね。いっぱい聞けました、うん、まだ隠し要素ってあるもんね、うん、隠し要素ね、はい、探してみてください、探してみてください、はい、皆さんちょっとねもう1回でも2回でもねたくさんいろいろ見て、多分私とかりっちゃんとかたかちゃんもまだ気づいてない隠し要素も絶対あるんですよ、うん、マジでじゃあどっちが先に見つけられるかみたいななんかね、またお便りでもね、うん、書いてもらえると嬉しいかも。待ってます、リスナーの皆さんの見つけた隠し要素をね、うん、ぜひ送ってください。します、お願いします。これでノーモアシビリゼーションに関する回は終わっちゃうんですけど、まあ、次回はまたね別の企画をやっていきますので、次回もぜひお楽しみに。ということで、もうお別れの時間となってしまいました。お豆腐ラボでは番組へのメッセージと合わせてリスナーの皆様のおすすめの1曲と新曲の感想を募集しています、ここでそのノーモアシビリゼーションの隠し要素についてもぜひぜひお送りください。概要欄に応募フォームの URL が貼ってあるので、そこからご応募ください。たくさんのお便りをお待ちしております。また歩く豆腐は通販サイトおからにて CD とグッズを発売中です。こちらも概要欄をご覧ください。また各種サブスクリプションでも楽曲配信中です。今回はその中から今月のテーマ曲であるノーモアシビリゼーションを聴きながらお別れです。それではまた来週、バイバーイ。